でこの 4D のクラフトソールがついてるっていうのが大きな特徴で、これはですね、要は環境に優しい、うん、素材で最先端のソールがついてるっていうのが、うん、いやーすごい。はい、皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。藤原さんよろしくお願いします。今回はですね、初心者おすすめシューズの、はいはい、メーカー別で今回はアディダス編ということで、はい、初心者におすすめするアディダスのシューズを教えてください。そうですね、はい、アディダスはもう、はい、あの普段履きなんかでね、うんうん、多分履いたことがある人がいっぱいいると思うんですけど、そうですよね、まあ、ウルトラブーストっていう、はいはい、TPU の素材を使ったモデルがすごく有名なんですけど、うんうんうん、まあ、それじゃない何かで、はい、しかもランニングで使いたいっていう人におすすめなのが、はい、この 4D ラン 1.0 ですね。 4D ラン 1.0、はい、見ていただいて分かるとこういう、こう網やみの、すごいですね。 4D クラフトっていうのは、まあ、はい、3D プリントで作る技術なんですけど、あ、なるほど、はい、4D っていうのはなんか厳密に言うと 3Dのプラス何かの要素っていうことで、はい、ほう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 、もう 3D がもう立体的じゃないですか。そうですよね、 4D っていうのは 3D でプラス何かっていうことで、うんうんうん、この 4D クラフトのソールは、うん、液体からですね 3D プリントで作られるんですけど、うん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 、3D プリントってこう、あの光で、こうプロジェクターみたいなので光を当てると実像が上がってくるんですね、うん、液体から。あ、なるほど。その液体ができる瞬間ぐらいのところで酸素を、うん、ほう、あの取れる、光と酸素から形を作ってるっていうのが、まあ、4D っていう意味だと思うんですけど、あ、そうなんですね。まあ、もう未来の技術で、はい、アディダスはカーボン社っていうメーカーと、うんうん、独占契約を結んでいて、あ、そうですね、あの液体から作られますので、ちょっと今までのこういうシューズを作るのに金型ってここに入れて、じゃあ発泡させて、うん、ボーンってこうパンみたいにして作る、この金型いらなくなっちゃったんですよね。なるほど。液体からボーって出てくる、そこそこもうもうって出てくるような、うん、もう YouTube の動画とかもあるので見ていただくと面白いですけど、でこの 4D のクラフトソールがついてるっていうのが大きな特徴で、これはですね、すごい、まあ、ウルトラバストとはまたちょっとクッション違った感じですけど、うんうんうん、十分ランニングで履ける気分心地よさ、あと 4D ラン 1.0 ということで、はい、初めて、まあ、これあの 4D クラフトっていう形で、はい、コンセプトシューズは出てたんですけど、はいはいはい、ランニングシューズですよって言った1台目です。そういうことですね。もうぜひ記念に買ったわけです。もうあれですね、明らかに2代目以降出すことを想定した 1.0 という名前ですよね。で結構ちゃんと屈曲のこうすごく制限もあって、うんうん、こう体が揺れるような動作を補助をしてくれる感じもあるので、まあ、かっこいいなと、ね、うんうん、でクッションもいいな、普段履きにもしちゃおうっていう人はもうこういうのもおすすめです。だから、初心者におすすめっていうところがあるわけです。体をガイドしてくれる機能がついているデイリートレーナーなので、うん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 、普段履きで履いてもいいですし、はいはいはい、でこれですね、もう一つプラスがあって、目を引きますもんね、これね、はいはい、うん、アディダスはリサイクルというかですね、サステナブルなところに力を入れていて、入れてますね。これはカーユオーシャンプラスチックって言って、はい、パーレーっていう団体とコラボしてるアッパーでもあるんですけど、うんうん、なるほど、海に落っこってるプラスチックで、はい、海に流れちゃったのを取りに行けないんで、うん、海にこう散乱してるプラスチック、うん、特にペットボトルなんかを集めて、うんうん、これを 40% 以上使用したものを、うん、アディダスはプライムブルーっていう商品で呼んでいて、実はこの商品だけでもなくて、プライムブルーって調べるといくつか出てきます、うん、他にもあるわけですね。ウルトラブーストもあって、はいはいはい、うん、でそのプライムブルーを使った要は環境に優しい素材で最先端のソールがついてるっていうのが、いやーすごい、 4D ラン 1.0 のこのパーレーコラボモデルなんですよ。なるほど。もうまさにあの1代目にしてプラスがついてるってことで、すごいですね、はい、めちゃめちゃ意識の高い靴って感じですね。そうですね、だから、まあ、うん、3万8000円が定価で、はいはいはい、まあ、ちょっとアディダスのところでもう安くなってるかもしれないですけど、うんうんうん、もう対策このまましないと2050年には魚よりプラスチックゴミの方が多くなっちゃうと言われてるんですよね、ですからまあそういう意識の高い人はこの時代なんでここに投資をしてかっこよく、まあ、実際もかっこいい、かっこいいですね、かっこいいと思うんですよね、うん、だからそういう風に選んでいただけるといいんじゃないかなと思います、ね、なるほどですね。なんか僕最初これ見た時すごいバネバネしいんじゃないかと思ったんですけど、こういう作りだったんで、はいはい、履いてみると意外や意外というすごい安定感がありますよね、実用的なクッションになってますね。めちゃめちゃ安定感があってびっくりしました、はい、僕もこういう感じか、結構ヘビーローテです。あ、本当ですか、はい、このまま普段巻きで履いて走っちゃうって感じで使ってます。いいですね、なるほど、うん、そういう意味では本当にビギナーの方にね、あのおすすめな、うん、感じがしますね、はい、はい、ということで今回もありがとうございました。今回は初心者の方向けのおすすめランニングシューズメーカー別のご紹介ということで、おすすめいただいたのがアディダスの 4D ラン 1.0 でございました、はい
はい、皆さんありがとうございます。この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。